黒瀬のスパイス。どうもこんにちは。今回なんですけれども、皆さんご存知の黒瀬のスパイス、これはね本当に美味しいなと思ってます。まあ美味しいんですけれども、まあね、うちのチャンネルとしては作れるものはですね自分で作っちゃおうとか、そういう方針なので、これをね作れないかなと思って今回材料買ってきました。材料なんですけれども、まずは塩ですね。これは食卓塩だとミネラルとかが入ってなくて、いわゆる不純物ですよね。こんなねカルシウムだったりカリウムだったり、マグネシウムだったりとか、こういった不純物が食卓塩の場合は入ってなくて、ちょっとねトゲのある感じの塩味になっちゃうんですけれども、こういったねミネラルとかが入ってるような塩、これであれば美味しいので、こういう塩を買ってきました。あとレッドペッパー、これはですね唐辛子です。この黒瀬のスパイスの一番の特徴としては、ハーブとかも入ってるんですけれども、この唐辛子が入ってるっていうのが一番の特徴かなと思ってます。これはまあ一味唐辛子とかでもいいとは思うんですけれども、まあ一応ねこのギャバンで統一しようかなということでこれにしてます。次がイタリアンハーブミックス。このイタリアンハーブミックスなんですけれども、中身はですねオレガノ、タイム、スイートバジル、パセリとなってます。この辺は、黒瀬のスパイスにも入っているので、まあ、これは必要だろうということで買ってきました。ちょっとねバジルの味とか弱いかもしれないんですけれども、まあまあとりあえずこれを買ってます。で次がマジョラム。このマジョラムも多分葉っぱ系だと思うんですけれども、トマトサラダやソーセージなどにと書いてあるんで、結構香りが強いものなのかなと思います。そしてコリアンダー、これも香り付けとコクを深めるためのものなんだと思います。これもね材料の中に入ってたのでこれも入れます。あとブラックペッパー、これはまあ単純に黒胡椒ですね。それと粗挽きガーリック、これはですねもうちょっと粉末状の方がいいのかもしれないんですけれども、これしか売ってなかったのでとりあえずこれにしてます。そしてパプリカ、黒瀬のスパイスの中に原材料としてレッドベルペッパーとパプリカっていうのがあるんですけれども、どうもねレッドベルペッパーっていうのは赤いパプリカのことなのかな。まあその辺も含めてですね、まあ普通のパプリカだったら問題ないだろうということでこれを買ってます。そして、オニオン、オニオンもですね結構外しちゃいけない材料かもしれないので、深みを出すためにこれも買ってます。じゃあこの材料で、調合していってみたいなと思います。まあもちろんですねこういったことをやったことがないので、これね分量なんですけれども、この辺はねもう目分量とかでいこうかなと思います。なのでですねうまくいく保証もないんですけれども、まあまあ試しにやっていきましょう。まずはマジョラム、これから入れていきます。これが 4g、 4g なんで全部いっちゃいましょう。で続いてですね、イタリアンハーブミックス、これが、2.5g 少ないので全部いっちゃいます。色がだいぶ変わりますよねこれ入れるだけで。わ、もう香りがすごいですね。なんかこの時点でもう美味しくなりそうな予感はするんですけどね。これからですね今度はコリアンダー、コリアンダーが 15g、 15g なので、3分の1ぐらい入れたらちょうどいいぐらいかな。はい、コリアンダーを3分の1ぐらい入れてみます。3分の1ぐらいなので、大体 5g ぐらい入ったらいいのかなと思います。こんなもんかな。これぐらいとりあえず入れてみました。で、次にですね粗挽きガーリックで、ガーリックに関してはちょっとね多めに入れた方が僕は好きなので、そうですねこれも3分の1ぐらい入れてみましょう。こんなもんかな。気持ちもうちょっと入ってもいいかもしれないですけどね。もうねちょっと絵では伝わらないと思うんですけれども、匂いがすごいです。このスパイスの美味しそうな匂いがしてます。今度ブラックペッパーですね、これが 21g なのでこれも4分の1ぐらいかな。これぐらいにしときます。で、ここにプラスして、パプリカ、パプリカがこれが 35g なので、これぐらいでもいいのかな。気持ちもちょっと入れましょうか。で、あとプラスでオニオン、
これが 44g なので、これ結構入れちゃってもいいような気がするんですよね。これぐらい入っておきましょうか。このクロスのスパイスの重要な部分である辛みをレッドペッパーで、入れてみます。 15g なので、これねちょっと控えめで、もうちょっとかな、これぐらいで入れてみましょうか。今までですね、いろいろ入れましたけれども、それプラス最後に大事なこの塩、これが 100g あります。 100g なので、全部入れちゃってもいいような気もするんですけど、ちょっと半分ぐらいで様子を見てみましょうか。はい、これでとりあえずですね、材料が入りました。材料が入ったので、あとはこれをですね混ぜていきます。はい、これでですね一応調合ができました。分量に関してはもう目分量だったりするので、その辺がどうかなという感じではあるんですけれども、結構ね、まず香りがすごい強いし、色合い的にもですね、美味しそうな感じには仕上がってます。まあとりあえずですね、これをベースにしてまた味の調整っていうのはしていこうと思うので、まずはこれをですね、詰めていこうと思います。はい、こんな感じでですね、ちょっと詰めてみました。まずはこれで味見をちょっとしてみようと思います。はい、ということでですね、お肉を焼いてきました。でまずはこの手作りスパイス、クロスのスパイスっぽいやつをかけて食べてみようと思います。これがうまくちょっと伝わってればいいんですけれども、このね、ハーブっぽい感じ、あとこのスパイスのつぶつぶな感じとか、それがね、すごく生きてる感じのスパイスになってます。で、こうやってね、今前にいるだけでも匂いがね、ほんとすごいんですよね。じゃあ、ちょっと食べてみます。これはあれですね、完璧にクロスのスパイスですね。あ、美味しい。見た感じもね、色が結構似てますよね。ちょっとこっちの方が濃い感じかな。この手作りスパイスはね、美味しい。じゃあもう一個お肉があるので、こちらはですね、本家のクロスのスパイスでちょっと行ってみたいなと思います。じゃあいただきます。これね、今食べ比べた感じですけれども、クロスのスパイスの方が塩コショウの味がね、だいぶ強いです。こっち側の今作った方のスパイス、これは塩分をですね、この塩ですよね、この塩をちょっとね、少なめに作ってるんで、なんて言うんだろう、自画自賛するわけじゃないんですけど、程よい塩辛さ、スパイスの中に塩が調和してる感じです。クロスのスパイスの方が、塩コショウの味が強くて、しっかりと主張してる感じです。かけすぎて、うわ、しょっぱっていうのがないので、こっちの方がもしかしたら食べやすいかもしれないですね。正直、これ作ってちゃんと同じ味になるのかなとか、美味しいのかなっていう不安はあったんですけども、もう結構ね、間違いない感じの味になりました。いや、これはね、ちょっと作った甲斐があったなっていう感じですよ。なので、まだここの中にあるので、とりあえず分けようと思います。はい、とりあえずですね、2つに分けました。これが僕ん家用ですね。で、あとこっちに弟用のものを作ろうと思います。このまんまでもですね、十分美味しいんですけれども、辛いのにしてくれっていう話だったので、ここにね、さらにね、ちょっと勝手に調合しちゃいましょう。まずブラックペッパー、ちょっとニンニクもね、プラスしときます。で、ここにこのね、レッドペッパーがこれだけ残ってます。これだけ残ってるんで、まあどれだけいこうかなと思うんですけれども、こういう場合は全部いっちゃいましょう。激辛がお望みなので、激辛な感じでちょっと作ってみてます。これはこれでね、ちょっと美味しそうではありますけどね。
こんな感じでどうでしょうか。うちの弟はですね、辛いの大好きなので、これもね、問題なく食べると思いますよ。はい、これでですね、唐辛子の辛いところが入りました。はい、ということでですね、今回の黒さんのスパイスを実際に作ってみようということでやってみましたけれども、入ってないものもあります。入ってないものとしては、まずこの醤油をですね、多分乾燥させたものだと思うんですけれども、それがまず入ってないです。で、あとこの調味料、アミノ酸などっていうやつですよね、いわゆる旨味調味料だと思うんですけれども、それも入ってません。入ってないんですけれども、結構ね、近い味に仕上がったなと思ってます。塩コショウの味をちょっと抑えめにしたような黒瀬のスパイスと思っていただければいいんじゃないかなと思います。で、これが黒瀬のスパイスで、こっちが、僕用に調合した、黒瀬のスパイスっぽいもので、最後にこちらがその調合したものに残った唐辛子を全部入れちゃったっていう、もう色がね、全然違うんですけれども、黒瀬のスパイスの唐辛子味をめちゃめちゃ強くしたものになってます。今回ですね、これを作りましたけれども、メインはまあこちらですね。こちらのものにプラスしてこういう味をつけたんですけれども、じゃあこの味が出せるから黒瀬のスパイスもう買わなくていいじゃんっていうことにはならなくて、なぜかというと、今回これを作るのに3000円以上かかりました。要はですね、この瓶入りのスパイスって結構するじゃないですか。1つ300円とか400円とかしちゃうんで、まあね、近いものが作れたとしても絶対こっち買った方がお得です。夏休みのですね、自由研究とかでやりたい場合であればこういうのは全然ありだと思うんですけれども、経済的に考えるとこっちの方が絶対コスパが安いし、間違いない味をですね、届けてくれるはずです。お金がかかりすぎるっていう理由であんまりおすすめはしないかな。で、一番いいのはこっち側にプラスでさっきの唐辛子を足したりとか、ニンニク足したりとかっていう方が絶対安いです。まあこれもね、自分で作ったスパイスなんで、きっと思い出が出ることでしょう。今日からですね、当分これを使うことになるかなと思ってます。まあそういうわけでですね、今回黒瀬のスパイス、これを自作してみましたけれども、まあね、あんまりいないとは思うんですけれども、もしですね、黒瀬のスパイスを自作したいという方がいらっしゃいましたら、ちょっとはね、参考になるんじゃないかなと思います。それではまた次回に。